アウグスト・ホフマンスピアノ・ファブリックは1838年から1988年まで存在したスウェーデン・ストックホルムのピアノ製造会社である。会社の起源はソダーバーグ・フシの工房にある。この工房は1859年にピアノ製造技師アウグスト・ホフマンによって買収された。ホフマンはドイツ、オーストリア、ハンガリーで修行していた。 ライプツヒ時代にホフマンは、伝説的なハインリヒ・シュタインベークという人だった。アウグスト・ホフマンは1840年代に短期間、カルルス・ハムンで、ピアニストの AF ・サザーバーグのために働き、ドイツに戻った後、最終的には、ストックホルムに定住した。スクエアピアノは1870年代初頭に、最も人気があり、1873から74年には200台も、 スクエアピアノが製造された。その後、アップライトピアノが次第に人気となり、1884から88年には、年間わずか40台のスクエアピアノが生産された。アウグスト・ホフマンは1884年に死去したが、未亡人のナンナ・ホフマンが工場を経営した。ピアノ産業では、初めての王室御用達となり、25人の従業員を雇用した。 ホフマンは1890年代の初めに、ストックホルムを訪れた、スタイウェイの助けを受けた。その他の多くの工房とは異なり、ホフマンの工程は、相当量の手作業によることが特徴だった。工場は、バンルゴタンにあり、整備と販売は、マルムフィルナツガータン通り33の店で行われた。1930年代、 オペラ歌手のマルティン・オーマンはこの店の販売員として働いていた。スウェーデンでの製造が終わって以降、オーガスト・ホフマンのブランド名を冠したアップライトピアノおよびグランドピアノが中国領内省のピアノメーカー栄光コー、東北方後とによって製造され、香港やカナダを含む世界中で販売されている。このブランドと元々のスウェーデンの会社との関係は不明である。 ドンペイピアノは二千七年にアメリカのギターメーカーギブソンのグループに入り社名をボールドウィンドーンベピアノに変更アメリカの老舗ブランドボールドウィンやスウェーデンブランドのノルディスカなどを製造しているオーガスト・ホフマンピアノはアメリカ、カナダ、ヨーロッパで販売されているが日本ではオーガスト・ホフマン百十二 g オーガスト・ホフマン百十四 w h オーガスト・ホフマン 115GC の3機種が販売されている。いずれも木目調のコンパクト型ピアノで狭い住宅事情に適している。ありがとうございます。